こんばんは、リカトです。筋肉の感じはね、調子いいですよ。まあ、だからといって、大会で勝てる、わけでもないんですけど。結構ベストコンディションに近づいてますね。ベストコンディションって言っても、大会で勝てるベストコンディションではない。前に、まあ、全盛期と言われた45歳ぐらい、今から10年以上前の男か、だその前のその全盛期に戻す、本当は東京のオービスだとか、まあボディビルの大会で、まあ、予選通過をするのが、まあ、目標なんですけど、でもどうもね、ボディビルに向いてないっていうか、まあまあでも出ますけどね思うように予選通過ができない、でもまあ、挑戦することが大事ですから、私は、まあ、やろうと思ってます。一生懸命やることが、無駄なのかって言ったら、それは、決して無駄ではないと思う。結果を残すことが全てかと言ったら、まあ、俺が言うのもなんだけど、まあそれ以前に挑戦するということで、でもそれ以上に私が思うに大切なことはあると思うんですよ。出なきゃスタートラインに立たないわけだから。私はとにかくまあ、やることをやりたい。それがまあ、毎年どんどん良くなってるかといって、言うとまたそうでもない。30?35? そのぐらいだったかな。東京のパワーリフティングのチャンピオンになったのは。それから減量とか始めてやってきたけれども、まあ、自分の努力が足りなかったのかもしれない。でも、そこまで、とか、途中で、まあ、出なくなってしまう人もいる。でもまあ、私は、まあ、予選をしようが、再開だろうが、もう、まあ、特に毎年、まあ、出続けてきた。挑戦とか言うとおがましいけど、とにかく公の場にちゃんと公式に出ないとダメだと思ったんですよ。出てないとダメだと思ったんですよ。だから、まあ、やってきましたし、まあ、これからもやるつもりでおります。それがいい結果になるか悪い結果か、それはもう、それは分からないです。ただ、出なければ、何もないんですよ。だから、出る。まあ、おこがまい言い方だけど、本当に、挑戦をしたい。まあ、好きだからですよね。負け続けて嫌いになってきたってのもあるんですけど、今更もう出ないわけいかないような感じにもなってきてるしまあまあ、わけわかんない話です。すいません。